始まりました,ただいま、トイック講座今回はトイックのパート2の2回目になりますね。えー、前回見てない方はですねぜひ第1回目を見てから挑戦してみてください。はい、はい、今回は同じように問題演習をしていきたいと思います。最初はですね14番からになりますね。テキストですね。模試特急というですね参考書がテキストになっておりますので、もしそれがある方はそちらを見てやってください。はい、ではいきます。ナンバー Would you like me to get another chair? A. I think we have enough. B. Mr. Oliver will chair the meeting. C. He's sitting over there. はいできましたかね。はい今回なんて言ってたかごめんなさい。こうやって言ってますね。Would you like me to get another chair っていうふうに言っています。これ意味わかります？そ、so, う Would you like me っていうとかですね。これも セットフレーズで聞こえてないとダメです。もちろん「I meet o ってですね。これをいちいち「would」、「do」、「like」、「me」、「to」えーとどういう意味だろうとかってやっちゃダメです。まあちなみにこれ硬い版なんで、もうちょっと柔らかく言うとなんだかわかります？そう、これこの形になってるかわかんないと思うんですけど、これ。 Do you want me to?、ね「so, Would like to」が「want to」の固い版だっていうのは知ってる人が多いんですけど「want 人 to, to do」が「would like 人 to, to do」になるとかって結構知らない人が多いですね。それの疑問文ですね「do you want me to」っていうのは「would you like me to」ってなるんですよ。でこれも「えっ、ー、とあなたは私にしてほしいですか?」ってやるって「ああもう一個チェアを持ってきてほしいですか?」ってやっちゃうんですけどで持ってきましょうかっていうやつですこれ提案の表現です。 トイックには提案とかしてくれますかとかそういうのがいっぱい出てくるのでこういうのも押さえておかなきゃいけません。日本だとこの「社外で習うことがすごく多いしましょうかですね。トイックに謝罪はまず出ないので、まあ、アメリカだとですね使われないからあんまりね非常に硬い表現なんでまあ、学校で習うと思いますが今まで私まあ、トイック100回。 以上を受けてますか出データのは1回だけです。パッドで超登場したのはただの1度だけです。データは、しゃらいって覚えてるかもしれないですが、アメリカで Do you want me to? とか、固い表現だと Would you like me to? っていうので、この Would you like me to? って言ったらしましょうかだっていうふうに頭の中にもう入れておいてください。では、チェア持ってこようかって言ったら、I think we have enough。はい、これわかりますかそうです。これ、いらないって意味ですね。あ、ちなみに enough の後ろ省略されてるのわかるそうです。Yeah, so, I think we have enough chairs ですね。 はい「椅子十分にあると思うからだから持ってこなくていいよ」って意味ですねこれねそうこういうふうに今のトイックっていうのはですねをを読んで答えを出すすっって問題がいっぱいぱありますこういうです、ねまあ、変化球とかですね直球で返ってこない「NO」って言えばいいのに「NO」じゃなくてわざわざ「あ十分にあると思うよだからいらないんだよ」 っていうふうに、一個業界を読まなきゃいけないっていう問題がたくさん出ます。だからパート2ってですね、難しいんですよ。こういう問題を確実に取れるようになってください。はい、b ですね。このチェアっていう同じ音を使った引っ掛けですね。同音の引っ掛けです、ね。まあ似た音とか同じ音を使って引っ掛けるっていうのはよく出てくるんですよ、ね。特にこのね、まあ私もフランス語でこういうテストやったことあって、やっぱね、 似たような音が聞こえるとそれ選びたくなっちゃうんですよ答え意味が分かってないとですね何か似た音これ言ってっかこれ正解じゃないかなって選んじゃうんですよそうだから気をつけてきちんと意味を分かんないと答え出せないんですよはい今回はこれ同士ですね議長を務めるって意味ですからね,これねその会議の議長オリバーが務めますって知らんがなみたいな全然関係ないねで次が His Sitting Over There ですね彼はそこで座ってます意味分かんないですけどこれは連想語ですね チェアっていうものからセット座るっていうのは連想されますね。だからこれは連想語を使った引っ掛けと言われます。はい。だからパート2っていうのはこういうですね、力が必要になりますね。まずいろんな表現ですね、覚えてなきゃ当然聞こえません。リスニングなんて知らないと聞こえないでしょ。そういうのを聞こえるようにすること。そして行間を読まなきゃいけません。 ね、これができるようにならないとパート2は倒せませんえそして音の引っ掛けとか連想語の引っ掛けっていうのがバンバン出てきますからそれらをちゃんと見抜いてこれだって思って正解を選ばないといけません答えは A でしたはいでは次の問題にいってみましょうはい、えー、今度はテキストで言うと29番になりますね No.29 Would you like French fries or onion rings with your meal?A It was really delicious. B. Actually, I'd prefer a salad. C. Me neither. さあどうですか聞こえましたかね。 Would with you、like、French fries or onion like meal? fries rings French the f r French fries っていうのはあのポテトのことになりますね。えー、まあイギリス英語だとチップスって言ったりしますが、アメリカ英語ではフレンチフライズと言いますね。で、アニオンリングですね。まあ、どっちかがついてくるってことは結構あるんですよ目。後半についてくるってことはあるんですが、はい、最初が、It was really delicious! 意味わかんないですね。だってこれ A or B で聞いてるんですよ。 フレンチフライズがいいですかそれともオニオンリングスがいいですかあなたのご飯と一緒に食うのはって言ってるのに、ね、意味わかんないそれはとっても美味しかったです。まあ、当然、食べ物からの連想を,です、ね、を使った引っ掛け。はい、で違うと。B, Actually, I prefer salad. そうです。これが正解です。ね、A or B。A と B どっちがいいですかっていうのに対して A ですって答えるかもしれない B ですって答えるかもしれないですけど C ですって答える可能性だって全然あるわけですよ。そうですだから気をつけてくださいね。 もう頭の中で決めつけていかないでくださいね。C なんていうのはその引っ掛けです。ほら、neither って言ったら、どっちでもない、A でもない、B でもないっていう連想語ですね。me neither、意味わかんないです。私も違いますって言われてもね、えー、意味不明になりますので、ね。で、actually、めっちゃ答え出てきますので、しといてください。えー、こうやって、いや、実はみたいな感じでですね、非常に正解に出てくることが多い表現です。で、prefer、なんとかの方を好むんですね。だサラダの方を好む。A でもない、B でもない。C、 っていうことはあり得るわけですよ。あ、これサラダじゃないサラッドですね。はい、こう間違えちゃう人多いですね。まあよくありますよ。スープサラダウエッターとかっていう風に聞かれて答えられなくて困る人ってすごく多い,いです。今わかりました？そうスーパーサラダって聞いてね、は？お願いしますみたいな、yes って答えちゃう人がいるんですけど、今スープ or サラズですかね,ね。それと一緒に、ね、スープーサラダウエッターって言われて答えられるか。そう AorB に対して A か B かどっちがいいですかに対してイエスノーって答えちゃダメですからねそうさっきの1回目の WH と同じで Yes/No で答えちゃいけませんからこの選択疑問文に対して Yes/No で答えてはいけないっていうのもこれも出る時がありますので要注意です。はいいいっぱいいるわけですよ、ね、実際答える で回答っていうのは山ほど可能性があるわけでしょ、ね、だからオニオンリングとフレンチフライズどっちがいいですかって言って「フレンチフライズがいいですオニオンリングがいいです」って答えるかもしれないし「どっちも嫌です」って答えるかもしれないし「サラダがいいです」って答えるかもしれないし両方欲しいです」って言うかもしれないですね。 でいろんな可能性があるわけですよ。まだ決めてませんとかね。I haven't decided yet とかね。まだ決めておりませんとか。What about you? とかですね。あなただったらどうとかですね。いろんな回答が考えられるわけですから。だからね、もう絶対こういうふうに返ってくるって思っちゃダメですよ。そう柔軟に、ね、答え出せるようにしなければなりません。ね、最後、もう一問言ってみますよね。番号は16番になりますね。ではいきます。n o n g a three counting this one B.We just got a brand new one C.Oh, when was that? はい、聞き取れましたかねはい、できました最初が I used to work in accounting ですねアカウンティングで働いた経理部のことですね Department っていうのをくっつける場合は the が必要なんですけど In the accounting department でこのデパートメントくっついてない場合は、このままアカウンティングだけですから、ね、これは別に他のやつでもそうですね。R&D ですね。d d ー v e l o p m e n t とかでもそうです。で、I used to work ですね。はい、かつて何々してたよっていう表現ですね。えー、かつて経理部で働いていました。ね、で、前回そっかやったのを覚えてますかね。ちゃんと脳内リピートしてますか頭の中で A の選択肢が流れる場合に、また I used to work in accounting ってリピートしますね。で 3、Three, Counting this one.Counting、ね、これ全知識なんですけど知らないですね。これを含めるとっていうですね。これを入れたら、これを入れて3つです。これを含めると3つですっていう意味です。で、これは音の引っ掛けですね。もう明らかにアカウンティングとカウンティングの引っ掛けですよね。で、We just got a brand new one ですね。え新しいのをゲットしました。ですね、何のことやらさっぱりですね。まあ、used っていうのがまあかつて何々だった。 とかね、そういうところから来てるきっかけでしょうね。Brand new というのが新しいって意味ですねで。これもだから流れる前にリピートするんですよね。これ流れる前にこれリピート。ここも流れる前にまた I used to work in accounting.We just got the brand new one.、Uh, 全然合ってないぞっていうふうになりますね。まあ、あとはンも引っ掛けだよね,ね。数とね。多分カウントっていうので引っ掛けようとしてるんでしょうね。自分で作ったのにもう全然覚えてない。C、はい、or when was that? はい、I used to work in accounting アカウンティングで働いていましたよおそれはいつだったのって言ってますねそう、これ必殺疑問返しと言われるやつです疑問文で返しますねそう、だからここねどうもね、最初の発言がいつも疑問文でこっちが普通の文で返すっていうふうに思ってる人がすごく多いんですけどそうとは限らないですからねえ、実際にはこっちが平常文で こっちが疑問文っってここと全然ありますしこっちが疑問文でさらにこっちが疑問文ってこともありえます、はい。ということでえ疑問返しが出てくることだってあるわけですね。はい、アカウンティングで「昔働いてましたよ」え「えそうだったのえその時いつだったのその働いてたのいつなの?」っていうふうにえきちんと行間を読むわけですね。そうで行間を読むとときに、まあ、やっぱりこの代名詞指してるものとか このリーディングだったらいいんですよ会話を読む時って、ねまあ、大学受験とかだとよくあると思うんですけどそういうのだったら <laughs> できるんですけどあこれがざっと指しているものはこれでありとかってできるんですけどリスニングですからそんなことできないですからもう頭の中でパッ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 と答えていかなきゃいけないです。でこれはパート3とか4でも重要になってくるんですけどどうやって答えるのかっていうんですけど、まあ、自分自身どうやってやってるかなんですがもちろん字もね大事なんですよこのリピートする時にこの字っていうのが重要になるんですが自分自身は 英文を全部覚えてるわけではなく、頭にイメージを残してますね。意味わかりますか。この I used to work in a c o u n t i って出てきたら、経理部で前に働いてた人を頭の中に思い浮かべます。ソロバンパチパチ古いかね、はい、そういう風に昔やってたんだっていうのを思い浮かべて、ああそれはいつだったのってこう会話してる二人が頭の中に浮かぶわけですよ。そうだから場面を日本語にまあ置き換えちゃう人はしょうがない多いと思いますけど、それやってるとですね、やっぱどうしても間に合わないんですよリスニングって。 だから自分自身は絵に変えます全部イメージしていますその会話している状況だったりとかその文が表す意味っていうのを頭の中に浮かべますこうやって対策していますだからパート3とかパート4ってですねもっと長くなるわけですよこのパート2っていうのはこんだけ短いですけどパート34になるともっともっと長い英文になるわけでそれはやっぱりですね英文を覚えるなんていうのは不可能なんですよ。 そうじゃなくてきちんと状況を頭に浮かべる絵を頭に浮かべるイメージを頭に浮かべるっていうのができるようになっていかないといけないわけですね。はい、だからそういった訓練もしながらですねそ,、まあ、そのためには当然表現知らなきゃいけないからさまざまな表現を覚えていってください。 ね、それが大事ですまあ、単語帳でもいいですし TOEIC によく出るものっていうのを覚えていくっていうのが大事になりますぜひですねこういうことを意識してまあ、特に業界を読むとかですねめちゃくちゃ大変なんで頑張ってやってみてください、はい、この動画が良かったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします